それではガイダンスを始めていきたいと思いますで。本日のガイダンスはこのタイトルですよね。ご覧になってください。佐藤流なら今から狙える担当一発合格学習法という、ね、タイトルでお話をしていきたいと思っております。で担当は歴戦に移行こうし、メリットの佐藤です。皆さんこんにちは。担当ですよね。私の担当は難しかったでしょ、ね、あの昨年度が確か、えー、と今年より少し受験生が少なくて400ちょっといましたよね。 で、その前が500ちょっとでしょ今年が300ちょっとって話になるんで、あの、受験生が増えたんだけど、難しくなったわけですね。ということは相対的に、内度が難しくなったってことになりますよね。で、なぜかなんですけどね、まあ、あの、昨年度、一昨年度と、多分論文の方が結構いらっしゃるんでしょうね。免除になってしまって、あとは担当がね、あまり増えちゃうと、多分採点が難しくなってしまうってこともあったんでしょうね。 基準で上げるかなと思っていたんですけど、上げませんでした。基準点で言ってんのも、今は最低点になってしまってるんでしょうね。39点。ローカリ分なんですけど、客観的に見たら、やっぱしちょっと年度によって、何、何、駅ってありますね。本当はね、あした方がいいんでしょうけど、仕方がないですよね。これはね。じゃあ、ね、どうやって対策していくんでしょうね。あるいは、なぜ、何が難しかったんでしょう。あの、一番難しかったのが、今年の場合は、十分ズバリではないんですよ。ね。 通常担当については、条文を暗記をして、あとは素読をしてとかね、あるいは問題解いて、暗記しましょうってことでやるわけですよ。しかし、条文の素読をやったりしちゃって、その通り出てこないわけですね。多少違って聞いてくるわけですよ。あの、いろんな角度方が聞いてくると、なかなか解けないんだね。条文暗証だけではね。で、そういう問題がまず、まずた、まずたくさんありました。まあ、これが、多分特許っていう科目でしょうね。だから、あの、まあ、素行会で割れたわけでしょう。回答がね。で、難しいわけですよ。 見方によって変わるないしはどこまで解けばいいのかによって変わるんでしょう。これは原則を聞いたのか。はたまた例外か。ないしは例外の例外か。でこれってねあの、これも含めて本当は担当の勉強になるんですけどね。年度によって多少違うんですよ。多少違う。で当然これ作ってる方が違ってくるんで違うんでしょうねで。これは難しい。でもそれも含めて本来担当の勉強になるんですよ。ね、でさらに言うならになば なんだろうう条文だけ暗記していても駄目って多分時代になったんでしょうね、まあ、これが難しいですよあともう一点は著作権と不正競争防止をねで昔はこれってどちらかというと暗記すればよいって言ってたわけですよないしはあの常識で考えたら分かるでしょって教えていたわけねでも今年は難しかったですねうんあの表彰的な論文の条文だけじゃなくて中身も聞いてきましたんで結構解くのが難しかったかなと思うんですよ まあそういった観点が結構あの度を上げてしまってるんですよね。全体的に。まあ、衣装とか商標については平板だったのかなと思います。だから特許と、まあ、自実用試案ね。これと著作が極めて難しかったからっていう感じがしますね。あとはトリプス協定ね。これ難しかったかって方もいらっしゃるんだけど、あれは国内法から見ればだん大体は解けたんですけどね。まあ、その観点がなくって単に条文だけでやってしまうたらしになると難しかったんでしょうね。うん、実際にしうね。 まあそういう形が今回の問題だということになると思います。じゃあこれから勉強して果たして取れるんでしょうかってことがあるわけですよ。で、今日お話しするのはその辺ですよね。で、今日二つ配っていると思います。一つは、これ、デジュメと言ったらこっちを見てください。これを中心に喋ってまいります。あとね、このガイダンスは、この講座の、まあ、言ってみたらね、宣伝なわけですよ。ね、いわゆる秋から始まっていく入門講座、プラス、 あの、あっからもう一回担当をやり直したいという方の担当講座になるわけです。だから名前も入門空き性と言っているわけではないんですね。入門コンプリートで言います。これさえできれば、多分担当式試験って8ヶ月あるならば80点ぐらい取れますよ8割。8割を目指しますからね。で、39点ではダメなわけですよ。なぜか。これこれから喋っていきます。で、今日2つ使っていきますんで、1つは、レジュメでトいた場合、こっちを見てください。こちら。 で、これに対して、パンフレットといった場合については、こちらをご覧になっていただきたいと思っております。ね、で、今日の中身はというと、この2つを使って、暫時やっていきましょう。じゃあ、まず、レジュメの方の1ページから見てください。まあ、こう書いてあるね。1番。担当式試験と、労務試験、試験との相関関係と書いてあります。ね。まあ、これ、39点で一応合格するわけでしょう。 じゃ担当さえ受かれば、論文ってスッて行くんでしょうかというと、そうでもないんですね。でこの一方で、担当高得点って話になるならば、一次あれば、何とかなりますよで。昨年度もこれで受かりました方、受かったって方が、あの、いらっしゃったんだよね。まあ、担当しか取っている、取っていないんですよ。あの、今日紹介するこの講座は、担当選とっていうことになりますんで、基本的に担当を中心として、高得点を目指すっていう講座になるわけです。まあ、これを取っていたんですね。 で、これだけやっていたわけですよ。で、担当の試験が少し長くなってしまったんで、よかったと本人は言っていたんですけど、そこだけでは多分ないと思うんですね。そう,いうとこれうまく使って取ったんでしょう。で、得点が8割だったと思うんですよ。で、この間取れるんだったら、あと一月間何をすればいいですかと聞かれたんですね。あの、ちょうど個人面談って、個人面談やってますね。そこで聞かれたわけですよ。で、最低限これをやりなさいと言ったんですね。 で、それを繰り返すことによって、多分、知識面としては、ローム受かってもおかしくはないことになるわけです。で、ね、確かにこの講座は担当だけですよ。でも担当さえ上位で受かるんならば、先ほど言ったように50、50%受かる可能性は今の試験ってあるんですね。で、旧試験。旧試験の場合については、昔よく言っていました。まず1点目が終わります。当然入門講座は終わって、短期生やって、論期戦も含めてやってるわけでしょ。担当1回回してるんですね。 これもアドバンスを使って一応やってるわけですよ。で、従ってね、終わってしまった以上は2年目は何をやるか。通常論文と言いますとね。論文が一番難しいからだと。そう言うわけでしょう。ただこれってどっちかというと、旧試験でしょうね。旧試験。で、旧試験は担当と論文って別の試験ですよ。言ってみたら、ね。担当は要件効果。ないしは原則例外。 条文の意図を聞いてきたりとか、分量を聞いてくる問題でした。で、これに対して、論文どうでしょうかというと、今と全く違うんですね。で、これは過去問があるかな。ちょっと待ってくださいね。過去問。例えば、えっと、今の問題って結構長いですよね。うんと、これ、令和の2年のこれ問題ですよね。ずっと見ると長いわけですよ。 結構ねずっと書いてるわけ。事例長くてってなるでしょ。あるいは、えっと、平成だと21年ぐらいの問題。これも長いですよね。例えば、平成の21年。ずっと書いてあって、実務チックだなと思うわけです。ね、で、問題、ここから来ていて、問題についても何を聞いてるのかっていうのは結構めんどくさいでしょ。 うん、で、これに対して、昔の問題ね。論文難しいと言ってた問題は、こんな問題でした、ね。結構短いんだよね。平成13年。こんな問題。1問と2問でこれです。で、あるいは、平成の12年。これも特許だけで、ここだけで終わりですね。1問と2問。うん。一見したらこれ簡単なんですけど、でも何を聞いてるかなっていうのは難しいんですよ。 ライをとって、どう書いていたら良いかってこれ問題だったのね。で、今はこれ違うんですよ。今の問題って確かに長いですよ。長いんだけど、聞いてることは明確なわけですよ。明確。ね。例えばこれ見てください。21年なんですけど、ここね。えー、っと。例えばここ。問い書いてありますね。 項の最初の距離列流通知を受ける前に観光物 K の記載内容を知り、質感 X の請求項1に関わる発明は観光物 X に記載された発明と同一であって、新規性を結論する旨での新証を得ましたと。書いてあるよね。ここね。うん。得た。ね、で、えっ、ー、と、これ聞いてんのは、うんと。うん。公が何をできますかって書いてありますね。ここね。聞いてること。 ね。ある程度これわかりますよね。観光物系と同時だと書いてるわけですよ。何をしたらいいんでしょうってことを聞いてるわけでしょ。大体これ想定できますよね。あるいは、どの問題でもいいんですけど、うーんと、そのカッコにも同じですね。聞いてるわけ。この問題を見るならば、何を書いてもらいたいかってのはなんとなくわかるんですね。ただ、なかなかそれができないってことになるんでしょ。で、これは読み方を知らないからなんですよ。 読み,方さえ読み方さえ分かってしまうならば、すぐ解けるわけです。これって。上から読まない。これ鉄則なんですね。で、これは論規で話しているんです。論規で話しております。で、論規は、自分でやっている論基礎は、どうやってこの問題を読むのかってことを中心にやっています。だから、まず問題で読み方。こっからやるんですね。で、この読み方が間違いないで、すぐ回答できるんであるならば、すぐ、なんでしょうね。答えができるならば、多分今の試験って受かりますよ。うん。 ロームチックに難しい文章を書く必要性はまずないんですね。流れもないんですよ。聞いたことについて探偵に答えるってことがポイントになりますね。担当なんですよ。うん、担当。これに対してさっき見た平成12年ぐらいの問題。想像型なんだよね。何聞いてるのかってまずバクとしてるわけです。で、これに対してどう答えたら良いのか。これを考えて吐き出すんですね。答えがないんですよ。言ってみたら。 自分で一番適切な答えを考えて吐き出すのね。で、これは難しい作業になるわけですよ。だから、担当終わった後については2年目って論文やれって言っていたわけです。で今は違いますよね。担当チェック。特に特実は担当チェックですよ。あるいは一生もそうかなっていう感じがします。商標だけちょっと違うかなっていう感じがするんですね。で、そうなると、担当さえ上位が取れればとね、上が取れるならば、多分これいけるわけですよ。80点。 できればさっきみたいなものについては、パッとね、多分読めるんだと思います。回答出ます。回答は正誤してる、間違っ、正誤してるんであるならば、多分50点以上いくでしょうね。今の試験だったら。文章は施設でもこれ結構なわけです。だからまず80点を目指すわけですよ。そうなると、まあ、論文って一つ決めれば、なんとかなるわけです。で、これが7割。ないしは39点ってことになると、だんだん下がっていきますからね。まあ、これはいけないわけね。 だからこれを目指すわけです。8割。これの度には何をやるかってことについて後でお話をしたいと思います。あと2つ目、ね。担当試験は自分でできる試験ではなかろうかと書いてあります。確かに言いますよね。だって担当って常夫の分量を聞いてくるんでしょ要件効果って自分で線を引いてやればできるじゃないですか。ね、じゃあ2年目の講座ないしは一旦1年目を聞いた。で、うまくいきませんでした。で、再度やる必要性ってあるんでしょうかね。 自分で自覚ができますってことになるんでしょ論文はそうではないから予備校に行くんでしょだけど、論文そうでしょうかねさっきも少しお話をしましたように、今の論文って担当に近いわけですよ。うん。どっちかというと読み方さえ分かってしまうならば、だいたい問題でも決まったパターン出てくるんだよね。結構当たりやすいんですよ。分かりやすい。ないしは予想しやすいんです。出る観点。うん。で、これに対して担当は膨大ですよ。量。 また聞き方が違うならば変わってくるんですね。多少ね。うん。で、担当はじゃあ自分でできるんでしょうかと。まあ、九死だったら多分できるんでしょうね。まあ、九は合格基準点が高いです。約8割ボーターです。だけど、大体は条文チックのことを聞いてくるわけですよ。条文の分離で、ね。これさえちゃんと分かっていれば多分解けるんですよ。しかし、これしの担当は多少違っていたはずですね。 あの、右から左から聞いてくるわけですよ。聞き方が違うならば、見る観点も当然違ってくるってことになりますからね。なかなか難しかったと思います。で、これ書いてあるかと思うんですよ。えっ、ー、と、1ページ。2番の括弧1。ある程度のレベルであるならば、可能性はあるの。だいたいそうだなうんと、ある程度のレベルと言ってるんで、35、6点から34ぐらいまで一生懸命やれば行くんじゃないでしょうか。だけど、あと4点。 これの点がなかなか埋まらないわけですよ。ね。あの、条文通りではないし、格音通りではないんですよ。ね。そうなるとこれが難しいってことね。あと、現行試験は担当式試験が何かの傾向にあたります。あります。だって、一番採点しやすいもん。論文であるならば、あの、先生がこれ自己採点、自己採点がか、客観的に採点されてくるわけでしょ。担当は機械でやりますんで、簡単に出ますよ。 でも、もまあ、そうではないので、ね。できたら、担当を難しくしたいんでしょうね。パイを減らしたいってことはあってもおかしくはないでしょうね。あと、人数調査は一番そこで、できやすいんでしょうね。だから、ってことになるんでしょう。で、あるいはですね、うんと、一番客観的だって、不均衡感を生まないわけですよ。誰がつけたからって、どうなるってわけではありませんから、そこはね。はい。 で、近似の改正がさらに大変だって書いてありますね。大改正。特に著作権等については変わりました。まあ、今回出るかなと思っていたら出なかったんですね。来年度は青年犠牲っていう概念がなくなりますからね。22年から民法改正が施行されます。1ャ歳サもって青年だったらしになるってのね。で、そうなると青年犠牲っていう概念もなくなってしまうんですよ。で、これ知らないと解けませんからね。 民法の改正だけではまずないわけです。まあ、これ、今回ね、この中で少し喋ってるんですけど、そのようになっております。で、さらに、担、う、当、ん、の新作も出るんですね。まあ、今年これが結構多かったんで、多分、特許はうまくいかなかったんでしょう。確かに、後になって、ね、回答こうだ、ああだって言えるわけですよ。でも、現場でとか、その場で解けるんでしょうかと。今の回答が回答ですからね。 そこに向かって、パッと、解けるかというと、難しいんだよね。だから、割れたんでしょ。最初ね。割れたと。難しいわけですよ。ね。で、これに対して、論文式試験は、ある程度合ってれば、なんとかなるんですね。思考回路が間違ってなかったら、丸がつきますよ。で、プラス、回答があってれば、多分合格ってことになるわけね。結構ね、論文の方が優しいですよ。担当から見るならば。でも、担当は難しい。 で、さらに、担当さえできるんであるならば、今の論文式試験って、多分、受かりやすいですよ。そういう関係あるわけね。うん、じゃあ、こっからね、始めるわけでしょ。卓越やっていきましょう。これからやる方については、ゼロからですよね。あるいは、担当が全くダメだった。この方について、担当について、自学でやってうまくいくのでしょうかというと、なかなか難しいってさっき申し上げました。じゃあ、どうやったら、 違うことになるんでしょうね。うん、私も悩みましたよ。すごくね。うん。あの、自分の場合は、3年間、担当全く中津ばつだったんだよね。まあ、当時ね、50点満点で、多分自分の点数が20数点だと思います。1年もそう。1年目は10数点ね。2年目、20数点でした。で、3年目、角問く,くるくるくる回しました。回してまして、約30回くらい回したんですよ。 回したんだけど、本番の試験になるならば、全く解けないんだよね。で、なんでかなと思ったわけですよ。言われてしまった瞬間、パッとわかるんですよ。何年の何問だっていうところまでわかるわけですよ。ないしは、両部の要件効果についても、パッと出るわけですよ。うん、でも本試験になって、問題解くということになると、分、まあ、からっきり解けないのね。一体これ何を聞いているかってわからないわけですよ。で、ただね、 過去にあった問題と近しいからこれは丸か、ないしは罰かってやっていただけなんだよね。でそうなっちゃうと受からないわけですよ。確率って、ね。今日ね、相談を受けた方がいらっしゃって、その方にも言ったんですけど、ある問題見て、そこから10個くらい放射線上に知識がパッと浮かぶようになると受かるわけですよ。1個の問題とおいて、10個、パッとそこから放射線上に反、あの、あの、 波及事項ができるように、波及事項が発生するんであるならば、受かりますからね。で、そういう勉強をやらないと、あの、多面的に聞いてくる場合って、解けないんですよ。うん。で、私ね、あの、1年目、2年目、3年目、やったんですけど、そういう勉強ではないんですね。多分、1問1答に近いんでしょうね。ある問題聞いた。答えはこれだ。これはわかるわけですよ。でも、多少変えて聞かれてしまった場合については、全く解けなかったんですね。 多面的ではないっていうか、ある方向からしか解けなかったわけです。これはダメなんですね。やっぱ試験の先生はこの辺は敏感です。極めて敏感です。うん。じゃあ、どうやったら受かるんでしょうね。よく言いますね。まずは条文書をチェックをしましょう。そこで受かりますかね受かったら苦労しないですよ。暗記だけしていて何とかなるかと言ったら、そんなもんではないでしょう。じゃあ、四方を対象に書き込みましょうと。 書き込むことによって、私も満足していました、ね。で、終わった感があるわけですよ。終わった感があるんだけど、全く点数に影響しなかったですね。飛躍的に伸びなかった。これによっては。本当に考えたわけです。ちょうどこの時期よりちょっと前かな。うん、3年目の担当が終わって、ダメだってすぐ分かったんですね。まあ、当時は自己採点だったのね。で、もちろん長の方から風間的な、えー、見解は出ません。問題も出ません。 でも大体微光でこうなんだと言ってくれるんですね。どう見たってダメなわけですよ。って考えましたね。3年経ってもダメ。自分ってこれ向いてないのかなと思ったわけですよ。思いません ?3 年経ってもダメ。こんなに一生懸命やったのに。でもベクトルが違っていたんですよ。やり方。これさえちゃんと正せば受かるはずなんですね。で、私は4年目。えっ、ー、と、今のちょうど6月ぐらいだかな。 ぐらいから、やり始めをし、やり始めたんですよ。通常であるならば、多分、これちょっとアドバンスになるんですけど、アドバンスについて、問題解きますよね。何でもいいんですけどね。例えば、この問題。解いたりするでしょ。で、ああ、これって、回答ツなんだよな。なぜかというと、二重条理こう書いてあるからさーってことを言うんでしょ。ってことが終わってしまうのはダメなわけですよ。ダメ。ここね。 20条に書いてあります。間違ってはいないですよ。条文の分離なんで。間違ってはいない。でもこれであるならば、自分で多分できると思うんですよ。こんなことって。予備校に来てやることでしょうかというと、私は違うと思ってるんですで。私はこれを3年間やり続けたのね。全くダメ。うん。で、そこでね、ある先生のところに行って相談したわけですよ。うん。で、そしたら言われましたよ。そうではないと。ちゃんと、ロームにも、担当にも代があると。 考えなさいと。で、さらに、その結論に向かって、考えてみろって言われたのね。初めてそれ聞きましたよ。十分さえやってれば足りるんでしょ。要件効果、原則例外さえ分かってれば、担当でいけるんでしょ。って習いましたよ。最初は。でも、まあ、そうではないと。おっしゃったんですね。まずは、題があると。すべての問題に題がある。10年分であるならば、当時 50, 50問ね。で、5試なんで、2500。 250×10 なんで2500もあるわけですよ。これをことによって2500について蝶の見解わかるわけですよ。蝶こう考えてきてるんで、こうやって台を通ってきたんだと考えるわけです。で、自分のアドバンスは多分それ全部書いてあると思うんだよね。あの、いわゆる条文については一応線は引いたったりするんですけど、例えば、どこでもいいんですけどね。うん、どこかな。 えっと、これはじ明日の予習なんですけどね。えー、っとね、問題文見て、どこでもいいんですが、例えば、うん、あの、担当のところで、あ、ここだ。このやつね、80ページっていうところにも、これ、アドバンスにちょっと引いてあったりするんですけど、ここ、うんとね、丸台ってかだよね、一体この問題、大を何を聞いてきたのかっていうのがあるわけですよ。これを一個一個、 あの、私がやったんですね。題大,大は何を聞いてきたのか。それの意図ですよ。で、これって旧試験では、論文絶対必要だったんだよね。で、これをやっていたので、できたわけです。大は一体何か。で、さらに、じゃあ、こう解釈するのが、趣旨から言ったら、妥当って考えるようになったわけですよ。うん。その瞬間、ね、その瞬間ですよ。ね、一問解問いたら、十らでパッと浮かぶようになったのね。放射線調理。こうなると強いわけですよ。こうなると強い。 それは、なかなか自分ではできない勉強なんですよ。だから、予備校でやっていこうと言ってるわけですね。自分できる勉強であるならば、自分でやればいいんですよ。条文をまとめたりとか、四法対象に書き込むこと。これはできますよね。あるいは問題について、四法対象に書き込むこと。できますよね。何を予備校で学ぶべきでしょうか。担当であるならば。それは、考え方ですよ。考え方。なぜ、この問題って聞いてきてるのか。 あるるいいはななぜここのの条文っっててうか例えば、できると言っているのはなぜかあるいはね、どの条文でもいいんですけど18条と規定あるね18条そこの規定を見るならば1項と2項と違うんでしょ1項は、うん、一応、手続きを却下することができる1項に書いてあるわけですよ2項は当該特許出願を却下することができると書いてあって対象はちょっと違うんですね。 なんで、こんな違いがあるんでしょうかって考えるわけですよ。考えたことありますね。なんとなくじゃダメなんですよ。これ明確にわかんないと、ダメなのね。こういうこと考え始めたわけですよ。一つ一つ。考えて考えて、6月から始めて、12月の末ぐらいまでかかりましたかね。全部解き終わったわけですよ。学問集ね。で、解き終わって、論文全然その時やっていないんですよ。まあゼミぐらいしかやっていないわけですよ。担当ばっか。ずっと。 って,って言ったわけね。担当がダメだと思っていましたんで、やったわけです。そしたらね、びっくり。担当終わった瞬間に論文ってめちゃくちゃわかるんですよ。聞いてることはわかる。だって担当の幅ってこのくらいあるわけでしょ。これはバについて、すべての問題について題を取ったわけですよ。で、論文はここですよね。この幅。だったら当然、題って何ってわかりますよね。深く聞いたとしたって。わかる。こうなると、鉄板なわけですよ。 めちゃくちゃ強いぞってなるわけね。で、これを共有したいというか、皆さんに伝えたいんですよ。で、これができないと、多分受かってからダメなわけですよ。ね。条文の分離。まあ、これだけであるならば、専門家って言えるのかっていうと、ちょっと疑問なんですね。そこはね。うん。一番使う知識は、論文ではないです。担当の知識です。これ、少子験の先生も同じことを言ってるかな。民法の担当の知識が一番役に立った。 確かにそうでしょうね。ロームの思考って、あの、あるんですけど、ただ、ロームの知識は忘れちゃいますよ。ただ、担当的なことって、残ってることが結構あるわけね。で、これが、ちゃんとね、知識、理解をして、分かっているんであるならば、まあ、処理するのがすごく早くなるわけですよ。ないしは、説明する場合についてもパッと言えますんで、違ってるなっと思うわけですね。まあ、そこからまた考え方も出てくるわけですよ。こうしたいってことね。で、これができないと、 やっぱり受かったらしゃって、専門家ってことにならないのかなって思ってるんですね。うん、じゃあ、どうやって私はこれをやるんでしょうっていうことになりますね。基本的に担当特化でやっていきます。で、あの、テキスト見て、テキスト,キストこちらね、パンフレットを見ていただくとわかるように、どういう講座体系になっているかっていうのは書いてありますよね。で、一つは、まず、入門に近いもの。エッセンシャルってこれ今取り直しています。 全14回です。こんな程度でいいんですよ。まずは、いつから、あの、まずスタートから後ろまでどのくらいあるかってことが分かればいいんですね。これって。うん、特許、立用新案、衣装、商標、条約ってこういう関係になってる。何しろこういう単元でこういうことを学ぶんだって分かればいいわけですよ。で、これをくるくる回してもらいたい。自己事前収録しておりますんで、回せます。これ。これ30数回かけちゃうのはもったいないわけですよ。まずこれでやる。 で、一応、あの、概要を見ましたと。特許はこういうもの。実用試案はこういうもの。一装はこういうもの。商品はこういうものが分かりましたと。であるならば、次、ね、担当コンプリート、担当基礎編って書いてあるんだけど、これ入門近い形になります。単元は入門の単元に従ってやってまいります。入門単元にもづいてやってまいります。うん。調整入門講座の単元に従ってやっていくわけですよ。で、その箇所って、担当、 論文共通の箇所になりますよね。担当地区のところばっかしではないわけですよ。担当と論文の共通事項についてまずやっていきます。そこでやっていくのはというと、あの、皆さん知ってるように、これ、アドバンスっていうテキストがあるわけでしょこれ、蓄状になっていますよね。蓄状じゃなくて、単元別にこれ分けているんです。ね。これを書き直してるのね、私が。第一版私書きました。アドバンスって。でも、あの、かなりもうちょっと変わってしまっていることもあるんで、 書き直しをしてるんですよ。単元別の本についてはね。で、さらに、論文的な思考に近いところについても書いてあったりします。あるいは、予約との関係だよね。条約との関係。これについても書いてあります。これはわかるんだったら、今年、多分ね、ある問題解けたと思うんですよ。ドリップス協定かなドリップス協定において、放課なつめ、放課なつについては関節関節、関節結果物については、書いてないんですかって聞かれました。関節結果物ね。 いわゆる結果物については生じるんだって書いてるわけですよ。ただ、関節結果物ね。これどうでしょうかっていうのがあるわけですよ。これ聞かれました。さあ、どうでしょうかね。で、これ、あの、私のね、この担当コンプリートって中においては、実施行為の中でこれ説明してるわけですよ。国内法においては論点になります。ということは何国内法の条約反が条約なんでしょう。条約上について、関節結果条については、 及ぶんだと書いいてあるんであるでなななららば論点ならないわけですよ言ってること分かりますか国内法については論点になっています。説が分かれるわけですよ。でも、国際ルールについて、こっちは条約案でありますんで、もし書いてあるんであるならば、論点にならないのね。論点になってるってことは少なくても、関節結果物については、問題点になってるわけね。書いていないんでしょう。ね、で、これまたこれを、これを頭に入れて、条文見るわけですよ。条約の条文ね。 そうなると、書いてなかったんだってこれ分かりますからね。直接結果物だけですよね。ないしは、優先権証明書ってありますね。うん。パリ優先権証明書。これいつ出すんでしたっけね。昔は出願と同時でした。今、優先日から1年4月間だよね。で、衣装商品については、出願と同時。変わってないわけですよ。ということはこれ、時期決まってるわけではないでしょう。変わってしまってますよね。ないしは、 法によって変わっているわけですよ。ということは、優先権証明書については、時期決まっているわけではないのね。なぜか、優先権証明書は、裁量書面だからっていうのが分かれば、解けるわけですよ。条約上ね。だから、出すコードであの、出すコードで出すこともできるように変わったのね。もし、必要的な書面であるならば、出すコードで出すことはできませんから。で、こういうのが分かるようになると、多分解けるようになってくるわけですね。で、これを説明するのが、この、 コンプリートの基礎編ってこ点はないんだけど面白いよねやるとでこういう探検について理解し始めたんですよ4年目こっからグワーッて上がりましたね点数が上がりましたそしてこれは終わりましたと終わるのが大体これいつになるのかなえっ、ー、と年10月ぐらいから始まって11月ぐらいに終わるんでしょうかねこれが基礎編って終わりました終わるんだけどあの入門と 言うもの,のところとカバーリングしたところの単元しかやっておりませんので、幅的には7割ぐらいになるのかなすべて終わったわけではないわけですよ。じゃあすべてやらないとこれまずいわけです。担当って A も B も C もないのね。で、論文は A、B、C ってありますよ。でも担当はすべからく出てくるんですね。ですべからく答えないといけないわけですよ。ね。もしわかんなくても自分の見解から、趣旨から解いていって解けないとまずいわけです。少なくてもね。うん。 で、そこで、やるのが何かというと、応用知識編って話になっております。ここ。応用知識編。で、通常これ、年明けになるのかな末ぐらいからになるのかなやるわけですよ。何を使ってやるんでしょうかうん。アドバンスになります。これを使って、やってまいります。アドバンス。担当アドバンスね。定番ですよね。今から二十数年前に書きました。初版って。なぜか、自分は担当苦手だったからです。ブログに書いてると思うんだよね。担当苦手でした。 だから、まず担当的なものについて、すべてまとめてみたわけですよ。アフォンどう書いてある表紙どう書いてある書く文どう書いてあるすべてまとめたんですね。まとめてしまって、すべてそこから出てるんだって分かるようにしてしまったんです。これね。で、これを使ってやるわけですよ。ただ、ここに書いてることについて読んで説明しっていうだけだったら、私存在意義は全くないわけですよ。何をやるか。まずは十分の位置。 1からどう読めますかってまず説明していったりします。ないしは趣旨ですよね。なぜこの規定があるか。ないしは改正の経緯を説明していきます。こうすることによって明確にこれか、明確にこれわかるんですね。趣旨から。ないしは改正年度から。改正があるってことについては、問題が前提としてあったってことになるからね。この問題点について、どう解釈していって、今みたいになったのかと、とうとう説明してまいります。でこれは意味があることだと思ってるわけね。まあ、そうすることによって、 なぜこの問題って、通ったのかっていうのは分かるようになりますよ。あとは一つ一つ、題を取って説明していきます、ね。例えばこういう問題もそうだよね。ここね。うん。例えばね、ここもあるね。法人格ない遮断ついてば、それなりにおいて判定請求できますかってこの問題ですね。ね。一応できないって話になってるわけね。でも一応論ってあるでしょンって書いてありますよ。なぜ論って書いてあるんでしょうね。これ割れるからですね。実際上は。 ちは一応できないと言っている。もうこれでいいわけですよ。でも、よく考えてみましょう。で、そもそも、なぜ、法人格の記者なんて、無効審判請求できるんでしょうかね。意味があるからできるんでしょうん。それは、利害関係になるからですよ。いわゆる被告になるってことを言ってるわけね。被告になるわけですよ。被告になる。原告にはなりませんよ。特許権者、世間人になれませんから。でも、被告にはなり得るのね。うん。まあ、民ス二29条に書いてあるんだと言ってしまったら、 無蓋もないんだけど、分かんなくったって、そこから解けるわけです。じゃあ、被告になるわけだよね。被告になりましたと。無効審判を請求して、消す前に、まずは、属性がどうかについて、判定請求してみようかなってあっても、叱るべきでしょ。まずは属しなかったら、そこで、非にしちゃったら足りちゃうもんね。でもそうじゃないから、無効審判を請求し、ってことになるんでしょ。であるならば、判定請求できてもいいではないってことになりそうだよね。 そこ一応問題点なわけですよ。しかし、長の見解は、できませんって書いて、言っているわけですよ。なかなか難しいよね。で、そこで、これ、論って書いてるわけですよ。ね。で、解答レベルならば、判定請求については、緑上に書いていませんと。確かにそうなんだけど、でもね、ってあるよね。そこ深くやりたいわけですよ。深くやりたい。これが、予備校の先生が教えることなんでしょうね。ないしは考えてもらいたいことなんですよ。で、あるいは、うんと、そうだな。 補助参加ってありますね。補助参加。うん。補助参加できますかというと、できるんだよね。できないというのはこれを間違ってるわけですよ。ただこれ、問題点であるんでしょ補助参加って、これ、誰ができるんでしたっけ利害関係人。利害関係人、人ですよ。じゃあ利害関係人になれるんでしょうかというと、人ではないからね。六条関係としちゃって。そうなると、できませんって話になりそうだよね。でもちょっと待ったと。 法人格の記者団は、無効審判請求できますよ。無効審判請求できる方は、当事者参加ってできるんでしょで当事者参加できる方が、事者参加できないってことは、通常ないはずなんだよね。リエコールですよ。だったら、できると解釈,る解釈されるんだってことになりますよね。ここね。で、これ書いてあるかと思うんだよね。で、例えばこれ回答見てくださいよ。ね。考えられると言ってるでしょなぜ、これ考えられるの これ、解釈だからでしょなぜなぜって書いてあるのね。これを説明するわけですよ。これを説明することによって、うーっと言ったってことになれませんで、これ私はやったわけですよ。これを伝えたい。伝えたい。で、これが、いわゆる応用知識編ってことになっております。ここですね。ここでやるで。全部で50数回かけてやってまいります。51回か。で、1回3時間ですね。やってまいります。 演習ないんですけどね。演習をここで少し説明しますんで、いいっていう前提です。担当セレクトっていうところでやってまいります。演習って、特にについては説明してまいりますんで、いいっていう前提ね。あとはすべて、アドバンスについての問題について喋ってまいりますんで、まあいいかなと思ってるわけですよ。そこはね。で、これをやることによって多分、4月までやると、多分解けますよ。スラスラと。担当が。担当が、ね。で、担当について8割を取るんだっていうことになりますからね。 うん、だから、なんだろう。担当の勉強って、問題集をどう使うか、ないしは条文をどう読むかによって、変わるんですね。で、これが、理解できないって話になると、多分、永遠に受からないですよ。択一。私もそうだった。だけど、4年目、改眼したんですね。分かるようになった。今みたいな形で読めるようになったわけですよ。ね。重役との関係どうなってるかとか、他方との関係どうなってるか、あと、利益考慮とは一体何かってことね。 一般法でやっていたわけですよ。その考えを持ってきて解いているわけですね。で、これを教えたいわけですよ。で、これが、いわゆる付加価値なんではないですか。どんな問題でも解けると言っているのはそこなんですね。暗記ではないと言っているのはそこです。で、これをぜひね、再現してもらいたいんですよ。で、できるように説明してまいります。でも、さっき言いましたよね。いや先生のところは、ね、担当だけであって、担当受かってらしゃって、論文先ないじゃん。言われるんですよ。 で、今年も、かなりの方が受かりました。担当。で、聞いてくるわけですよ。個人面談。今やってますね。やってるんで、聞いてくるわけですよ。何やったら良いと。一月やったら、なんとか私はなると言ってます。ロ務ムシ試験ね。ただし、担当の点数はこれポイントになります。ね。さっき見せたようなことになりますよね。8割以上であるなら50%。ね。で、7割であるならば20%前後。ね。それ以下では10%未満ですってさっき申し上げました。 この通りなんですよ。実際上って。やっぱね、相関関係あるんだよね。担当と論文って今相関関係ありますよ。間違いなく。ね、で、言うわけですよ。初めるぐらい取れた方については言う。君たちはもう論文については担当的に読めるんだ。で、さっきの事例問題って担当的にこれ読めばいいんでしょあとは何やるかというと、趣旨と定義を覚えるわけですよ。趣旨定義。まず覚えますよね。趣旨定義。これは、 あの、論文テキストってね、論文書にあ、あの、論文書に配ってるんですけど、ここにおいて私は、あの、まあこねえー、これ、ね、え、こういうふうにも線引いてあって、これを写してくれませんかって、まず最初にやります。線引きがいたしません、講義の中では。線引いてあります。ね、これを従ってやるわけですよ。で、やって。で、実際上、あの、論文の方の講義でやってるのは何かというと、過去問を使ってどう解いていくのかってやっていきます。解き方です。で、これはあるんですね。 長い文章であって、さらに、担当チックな問題ならば、解き方があります。解答があるんです。今いが用意てる解答があるんで、それに従った形で解答していけばいいんですね。で、担当的に読めるようになるわけです。あとは、定義書示はこれ知らなかったら書けないでしょこれは知るわけですよ。一月間。で、担当についてはその訓練をすることによって、一月あるならば、なんとかなりますよ。多分解ける。解答されていれば、さっき言ったように、多分50点以上いきますよ。プラス、 また、この問題の特殊なところをちょっと書くんですね。ちょっと。まあ、それを触れてるんだったら、60点ぐらい行くでしょうね。実際上。うん。あとは、出資定期これは暗記になります。これさえできるんだったら、多分行けますよ。行く。行く。絶対行く。で、これ一つ期間教えます。ね。自分のとことに来てください。こうしろ、あしろって言いますから。で、今、実際をやってる方いらっしゃると思うんだよね。従ってね。 従ってやってる方はいらっしゃると思うんですよ。あとは、当明ぐらい受ければいいんですよ。受かりますから、それで。受かります。うん、で、これで無駄がなく勉強してもらいたいんですね。で、その度に、秋きってやってるわけです。秋だから、担当だけでしょ。確かにそう。でも、担当がもし、いい点取れるんだったら、そこだけで終わってはいけません。ね、だって、一回、チャンスもらうんでしょ。ローム受けるっていう機会。一回ね。それ一回、無駄にしてはいけないんですよ。受かるがどうであろうが、少なくても、 ある程度できたっていう心象がないとダメ。次に行かないですから。翌年でもったいないですよ。ね。で、もし48くらい取れるんであるならば、その年がダメであったりしちゃって、翌年度、絶対受かりますからね。試験って。で、そんな風になってんの。この試験って。だから、信用してもらいたいと思っております。ここね。で、従って、論文なくっても受かると言ってるわけです。あとは聞いてもらいたいんです。5月のね、第三章終わった後に来てください。来てもらったら教えます。こうやれと。最大限。 繰り返してもらいたいと思っています。そこをね。これさえやれば受かりますよ。無駄なことをやる必要性は全くないので、ね。はい。で、それがこの講座の一応腰になっております。で、次ですよね。うんと、まあ、これはスケジュールでありますけど、その前に7番。勉強方法だよね。勉強方法は通信教材と生講義の使い分けです。ただ今って、ほぼ通信になっちゃってますよね。まあ、生で来られる方もいらっしゃいますよ。 まあこの方はこの方でいいと思うんだけど、なかなか難しいって方もいらっしゃるでしょ受験があるとかね、子供さんがね、ないしは職場との関係についてい言ってはいけないって言われてる方もいらっしゃると思うんだよね。じゃあ、生と通信で違うんでしょうか直接してもできるっていう観点においては違うでしょうね。だけど、だけど、私の場合はずっと喋ってまいります。このように。喋る、ね。別に線を引いている作業をさせません。喋るだけなんですよ。ということは、 多分ね、一番いいのはこの講義を収録するわけです。あの、IC ですから。i ー。私はこれをやってました。IC で取って、くる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 回すんです。何度も何度も回すんです。そうするうちにだんだんと染み込んでくるのね。考え方が。これがポイント。で、これは遊,び遊びの勉強と私は称してます。遊びの勉強。だってこれって、通勤、通学途中で聞けますもんね。私は2時間かかりました。片道。かける2で、 4時間分、片道で講義聞いてるんだよね。大分で8時間ですよ。これを聞いて、あっと思うとわけね。ここだけ調べるわけですよ。うちに帰って、うちに帰って。これが本当の勉強と私は承知しました。で、これを大体1日2時間くらいできるんだったら、受かりますよ。で、当時だって、選択3科目あったとしたって5年で受かったんで、受かりますよ、絶対。間違いなく。ね。で、これをやってもらいたいと思っております。 で、もし担当さえそのくらい取れるんだったら1回で受かるでしょうね。で、じは2回で受かるでしょう、ね。ただ、かなり特殊なので、そういう方ってね、まあ、全てがえたりるわけではないんだけど、ただそのくらいのポテンシャルでやっていただきたいと思っております。私もそうしますんで、ぜひ、ね、検討の方をお願いしたいと思っております。で、始まるのはいつかというと、これは第1回目が10月の、えー、と16あたりになるんでしょうかね。第1回目って。 そのからいか始ままってとうことになりますねあとガイダンスがいくつかありまして今日1回目やったわけですよ8月14日あとは21日あとは9月11日それから9月25日ずっとありますよねだって 10, 10月16日が模擬講義になるんでしょうかねでさらにえー、っとですね10月23日が本論になりますね16日は多分これ全体構造になるでしょうね全体構造 これは1回目。で、格論になって10月23日が、えー、と基礎編の1回目ということになります。ねまあ、そこまでやることがない方は、そうですね。まあ、これ申し込んでエッセンシャルを聞いてください。エッセンシャルは先ほど言ったように入門講座の前提たるものであります。順回しかありません。くる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 回して形を作ってしまうんですね。で、これができると早いですよ。ね、こういうふうにうまく使ってもらいたいのがこの講座ってことになっております。ねまあ、ぜひ この講座で担当を目指しましょう。で、さらに担当上位を取って、論文を取っていきましょう。ね。頑張ってやってまいりますんで、ぜひね、えー、お申し込み検討の方をいたしてください。ということであります。じゃ今日はこの辺で終わりたいと思っております。お疲れ様でした。